しみサービスしますよ。お前、てめえ、民族やるんか。支配人、すみません、よろしいですか。あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や。どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう。すぐ行く。どこのテーブルや。ご案内します。こちらへ。支配人、こちらのお客様です。
お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、なんてやったんか。グラント、いいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それと、こちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた、怪我しとらんか。ああ、いいよ、もう。こっちの方が人数多かったし。あなた、ほんと強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどねした。ああ、そうそう、私、李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。リーの電話なんや。あなた、これからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで。お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い。いや、蒼天堀沿いや。ああ、ご都合ね。リーさん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。リーさん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけ。よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私、あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマ五郎、ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった？あの女、どこ隠したんや！お前ら。女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。なめとんのか。ゆうべは油断したけどな、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道をなめとったらあかんでくれ。
まだどんだけごついねん。なんなんやお前。逃げんな。俺に用があったんとちゃうか。くそ。こっちも聞きたいことがあるんや。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ支配人。佐賀は何かトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだよ。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。でてっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やで。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談。上司と仕事する時のいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。いらっしゃいませ。どうもおおきに。いらっしゃいませ。おお、うまい。どうも大きい。Yeah.